さんこんにちは、デデです。はい、ということで今日もですね、普段通り雑談メイクをしていきたいと思います。ただいまね、絶賛生理中で、見てここにニキビができたの。こういうとこって一番嫌じゃない？私結構顎とおでこと、この鼻と口の間、こことかにはできやすいんですけど、むしろここが一番嫌だ。なんか顎とかおでこの方がまだ許せる。なんでだろう。まあそんなことは置いといてですね、今回はですね、私が時々定期的に来るですね、トッチの魅力を全世界に発信しようのコーナーですね。はい、最近ののろけ話をしつつメイクをしていければいいなと思います。それではレッツゴー。はい、ということでね、最近のトッチの様子なんですけれども、まずね、そもそも論ね、あの人の何がすごいって、まあ今付き合ってまあ1年3ヶ月3、4ヶ月かな経ったんですけど、一生変わらん。太陽が付き合いたてと変わらないどころか、なんなら付き合いたてよりも待遇良くなってるんじゃないかってぐらい。もちろんね、もしかしたらあと1年後には対応が変わってるかもしれないけど、冷たくなるじゃないけど、こう慣れてきてさ、扱いが雑になるとかってよく聞くんだけど、こう1年経ってもさ、この扱いが雑にならない、ましてやなんか扱いが丁寧になってるところがね、もうすごいと思う、あの人は本当に。でもね、私ね、最近ね、聞いた衝撃の事実があって、まあ私の昔の動画を見てくださってる方は分かると思うんですけど、なんか私も付き合う前からマジトッチ超好きだったんですよ。もう一目惚れレベルで好きだったんですけど、なんかトッチはね、どうやらなんか私と付き合っててん時は私のことを超好きっていうよりは、まあ好きだし、まあいいやつそうだし、付き合うかぐらいな感じだったらしいんですよ。ちょっとニュアンス違うかもしれないけど、だからもしかしたらね、その付き合いたては、まあ、例えば好き度合いが 80% だったのが、トッチの中の私の好きレベルがもしかしたら上がってくれたのかなっていう説はある。まあそうだと信じてる。何、付き合いたてが私と同じくらい好きじゃなかったっていうのはちょっと寂しいけど、でも付き合いたてより今の方がもしね、好きって思ってくれてるんだったら、まあそれはそれで嬉しいからいいかと思っております。あとね、私最近気づいたことがあって、まあ、仕事上なんだけど、こう週末にイベントをやることとか、こう結構遠方に行ったりとかね、そう、結構そういうのが多いんですよ最近。なんか毎週のように続いた時があって、でそれで初めて気づいたんですけど、トッチね、どこまででも来てくれるんですよマジで。あのね、すごいよ本当に。最初の方はね、まだこう東京とかこうそんなに遠くない距離でのイベントだったから、それになんかずっと手伝ってくれるとかしないよ。ただちょっとこう様子見に来て、元気みたいな、差し入れ持ってきてくれるって感じだったんだけど、まあもちろんね、それだけでも十分すごいんですよ。そう、他のスタッフのこの彼氏なんか別にそんなことしないの、マジでトッチだけそんなことしてくれて、でそれだけでもすごいのにと思ったら、まあ1週間さ、ちょっと名古屋にね、ちょっと出張で行ってた時も、そう、週末にかけてわざわざ名古屋に来て、しかもさ、なんか新幹線だとお金かかるからって言って車運転してきたの。まあもちろんお金を浮かせるっていう意味もあるんだけど、なんか運転が好きだから、下道の運転が好きだからって言って、マジで10時間ぐらいかけて下道を運転してわざわざ名古屋来たのね。やばくない？まあもちろんね、その名古屋観光も兼ねてっていうのはあるにしても、お金は多少抑えられたとしても、そんな10時間も運転してくるかって話じゃん。私だったら正直ね、土地には申し訳ないけど、10時間運転していけないと思うの。最近そういうことがいっぱいあってさ、こうイベントとかもすごいこう来てくれたりとかね、足を運んでくれることがめちゃめちゃ多くて、しかもまあもちろん本人が予定が合わなくていけない時あるんだけど、予定が合う限り本当に来るのよ、いつでも来るの。なんか私が自分で言うのもあれだけどさ、自分に会いに来てくれるための労力みたいなものをさ、すごい使ってくれるし、なんならさ、まだ同棲してないとかならわかるけど、同棲してるじゃん、まあ、もちろんね、ちょっと仕事ですれ違う部分はあるにしてもさ、毎日一緒に寝てるし、絶対毎日会うのにもかかわらず、東京のイベントとかにも来てくれたりとか、じゃあそれこそ、じゃあ土日にイベントことがあるって言ったら、もう送ってくれるのよ車で。別にだいたい駅近とかだから全然電車でも行けるし、そもそもうちもそんな駅から遠いわけでもないから、そんなめっちゃ駅まで歩かなきゃいけないわけでもないんだけど、俺送ってくよって言って、まあそもそもね、運転が好きとかそういうことはあるにしてもさ、逆に申し訳なくなってくるぐらいいい人なのよね。あ、もうむしろなんかエラー起きてるんじゃないかってぐらい、好きさえあれば迎えに来るし、送ってくれるし、会いに来てくれるしっていう。
なんか私も自分でさせてるつもりはないし、やってって言ってるわけじゃないんで、向こうが例えば送っていこうかとか言ってくれるし、でなんかそれにね、たまに申し訳ないから、え、いいよみたいなこと言うんだけど、だいたいね、遠慮するとね、ちょっとね、寂しいのあるんだよね。まあだいたい一緒にいればさ、こうだいたいこう反応で相手の気分って分かってくるじゃん。で、8割方ね、本気で行きたがってるんだよね。なんかさ、聞いてきて、一回、え、いいよって断って、一回で引き下がるときは、多分本人的にも別に行かなくていいときなんだけど、大体ね、一回遠慮してもね、引き下がらないんだよね。なんて、贅沢な悩みになっちゃうけどさ、なんでそこまで尽くしてくれるんだろうって、もうもはや思っちゃうぐらい。なんでだろうっていう。なんか本当に不思議になるの。尽くしてくれるんだよね。でもまあ、すごい嬉しいことだけどね。でもさ、やっぱりさ、ちょっと申し訳なさももちろんあるんだよね。っていうのもさ、こう私の方が正直仕事も普遍的だし、時間を拘束されることも多かったりとか、あとやっぱ私の方がこう編集とかの量も多いから、やっぱり同じことをしてあげられないのよ。っていうのがさ、なんか申し訳なくて、なんか仮にもね、向こうがさ、やってくれてることに対して私が同じように返してあげられるならいいんだけど、そもそも私運転下手くそだし、時間的な拘束の意味でもなんか向こうに同じことをしてあげられないっていうの、なんか申し訳なくて。もちろんね、トッチはそんなことを気にしてないだろうし、なんか私が向こうに同じことをやってほしいからやってくれてるわけじゃないってのは分かってるんだけど、なんか本当に優しすぎるがゆえに申し訳なくなってくる。本当になんか本当にすごいなって思うのが、なんかこの1年以上経った関係でも、なんか本当にありがとうとかごめんなさいとか、もう当たり前なことに対しても感謝を忘れないっていうのはね、本当にすごいと思う。なんか私はね、毎日あのお弁当をね、せめてお弁当ぐらいは作りたいなと思ってお弁当作ってるんですけど、なんか毎日ありがとうって言ってくれたりとかもそうだし、なんか今日のあれ美味しかったよとか、なんかこっちが聞かなくても言ってくれたりとか、割とさ、そういうのって毎日やってれば正直当たり前にもなってくるし、例えば作れない日にむしろ、なんていうの、残念があるじゃないけどさ、え、なんで今日は作ってくれないのみたいな感じになってもおかしくないところを、そう、例えば私がお腹痛くて作れないとかだったら全然いいよみたいな、なんかどこまで心広いんだって思うよね。あと最近友達と話しててすごい納得したのが、なんかね、心が安定してるの。なんか同い年とは思えないぐらい心が安定してるんだよね。なんかもちろんテンションの上げ下げはあるよ。そのめっちゃ盛り上がってる時にすごい、ほら、声が大きくなったり笑顔になったりっていう、そういうテンションが高くなったりとか、まあ、逆にね、ちょっと疲れてる時に黙り込むっていうか、こう静かになるっていうのはあるけど、なんか基本的にね、なんかキャパが広い。それだ、キャパが広いの。いや、例えばなんか私の方がすごい心の荒ぶりとか上下が激しいって自分で思ってるのね。ちょっと嫌なことがあるとすぐ落ち込んじゃったり、すぐ拗ねちゃったりとか、逆に嬉しいことがあるとこうなんかすっごいニコニコしてたりとか、そういうなんていうの、テンションの上げ下げが多いなって思ってるのね。そう、でもなんかトッチはそのなんか私が例えばちょっと拗ねてる時とかも、すごい元気な時とかも、どんな時でもマジで私の3倍ぐらいの心の広さで全部包み込んでくれるのよ。全部受け止めてくれるのよ。それがすごいなって思う。なんで心にそんなに余裕があるんだろうって時々思う時はある。まあ、正直何の違いなのかは私には分からないけど、広い心があるおかげでうちらはうまくいってるんだろうなって思う。私と同じ心のキャパしかない人はが私と付き合ったら、多分ね、多分だけど、どっちかが拗ねたらもう片方も拗ねるか、なんか放置するかでこう受け止めるってことをしないと思うのよ。って思った時にね、なんか本当になんでなれるんだろう。普通になんか人間としてすごいなって思うけど、本人もなんか自分で言ってたんだけど、なんかあんまりストレスを感じないって言ってたんだよね。なんか仕事とかでもあんまりストレスに感じることってないんだよねみたいな。なんだろうなんかほんと人生3回目とかなのかな。なんかね、すごいね、卓越してんだよね、あの人。すごい冷静で広い心を持って、こう結構客観的に世界を見てる割にはすごいこうノリが良かったりとか、なんていうの、この私のわけわからんテンションにも合わせられるだけの弾け力もあるし、なんかそこも備わってるのがすごいよね。なんかこう、多分甘え上手ではないけど、なんか甘え方を知ってたりとか、子供らしさみたいなところを忘れてないのもすごいなって思う。普段さ、こういうことってあんま口にはさしないからさ、改めてこうやって口に出すと
やっぱすごいなって思うよね。そうだからね、なんか時々無理してるんじゃないかなってすごい不安になる時があるんだけど、でも私が知ってる限りトッチはね、自分に素直じゃないと生きれない人だと思ってるから、なんか口には出さなくても自分の心に反したことは絶対にしないから、したくないことあんまりするタイプではないから、多分不満は思ってないはずなんだよね。あ、でもね、あとね、トッチのもう一個すごいと思うところは、私の彼氏でいることとか、なんか私を彼女として迎えてることを全く恥じてないところがすごいなって思う。例えばなんだろう、なんか家族とか親戚にもなんかすぐ私の話をしてくれたりとか、その逆でね、さっき言ったようにさ、イベントしてるとことかに来たりとか、だってそこってさ、もはやもう私の友達じゃなくて会社の人とかしかいないわけじゃん。ってなったらさ、多少ね、人によってはさ、やっぱりこう、ほら、彼女の職場の人と会うのってちょっと恥ずかしいなみたいな、彼女を恥に思ってなくてもさ、なんかちょっとこっぱずかしいなとか、そういう気持ちって全然出てくることもあると思うんだけど、なんかそういう気持ちがね、トッチにはないらしくて、なんかそれもすごいなって思う。そう、まあね、これはもちろん賛否両論ある話ではあるんだけど、友達の前とかでもこう手をつないだりするのを気にしなかったりとか、こうトッチの友達が例えば今度スポーツの試合するんだけど見に行かないみたいなのも、なんか全然一緒に連れてってくれたりとか、なんか人によってはさ、やっぱりそういうのってこう、なんか場所によってとかオケーションによってはあるじゃん。ちょっと彼氏感を出すのが恥ずかしいって言えばいいのか、恋人感を出すのが恥ずかしい場面とかってあると思うんだけど、なんかね、その概念がね、ないみたいでね、こう何でも共有してくれるし、こう何でもこう一緒に楽しんでくれようとするところとかはね、なんか最近余計しみじみ感じてはいるかも。なんかすごい思うがまま喋ってしまったから、なんかあんまりまとまってないかもしれないけど、とりあえず最近すごいなって思ったのは、本当に、とにかく精神が卓越してるのと、なんか楽しい心を忘れてないっていうのと、なんか一緒にいる時間とかを本当に惜しまないでいてくれるところとか、なんか私の彼氏でいるっていうことに何のためらいも感じてないっていうところが本当にすごいなって思うし、そうだからこそ私もなんか日に日にトッチへの好き度合いがこう日に日にこう増してるんだろうなとは思ったりはするかな。あと最後にちょっと顔が寂しいのでチークだけ塗ります。軽くほわっと、あら、どうだ、完成。今日のメイクを一応軽く紹介しておこう。今日はオレンジメイクなんですけど、ほら、アイラインをオレンジにしてその上にグリッターを重ねてみるっていう新しい挑戦をしていました。で、基本的にオレンジとかチークとかアイシャドウもね、後々オレンジに変えて、結構オレンジ目なんですが、そう、まあマスカラとか眉毛とかその他はブラウンにしてるので、まあそんなに派手すぎないんじゃない。こうすれば見える。なんか私の中ではちょっと80点ぐらいのメイクになっちゃったけど、まあまあ今日はしょうがない、時間もないので、これでいきたいと思います。はい、ということで今日はですね、私ののろけを聞いていただいたんですけれど、いかがでしたでしょうか。のろけと言いつつも、なんかトッチがねキャピキャピーみたいなエピソードっていうよりは、なんかトッチの凄さのプレゼンテーションみたいなしたね、どちらかというと。改めて、今日話してマジですごい人だなって思ったし、まあ友達に話してても言われるけど、多分本当にね、普通にもう彼氏だけでなく、なんか人として素晴らしい人ね、そうそういないから、ちゃんとありがたみを感じながら日々接していきたいなと思います、本当にね。なんかいつもさ、私ばっかりさトッチのことを語ってるからさ、たまにはトッチが一人で私のことを語ってるのも聞いてみたいもんだけどさ、聞く場面ないんだよね。なあトッチ、この動画を見てたらいつか私に内緒でしれっと撮ってしれっと動画を上げておいてくださいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もし今日の動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価、またツイッター、インスタグラムおよびサバアカウントの方も、またツイッター、インスタグラムおよびサバアカウントのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。